韓国ドラマの中には視聴者からの注目を多く集めた素敵なカップルがたくさんいます。そこで今回は2022年上半期の注目カップルをご紹介します。熱帯夜より暑く、局地的豪雨より取り留めもない気象庁の人たちの仕事と恋を描いた職場ロマンスドラマ気象庁の人々。史上最年少で課長に昇進した気象予報官ハギョンと、天気のことになると意思を曲げない若き予報官シウの2人は本作の中でも注目のカップルです。一度同じ社内恋愛で失敗し、社内恋愛にトラウマを持つハギョンが人間関係や公私混同で悩み、若き予報官シウとの関係に悩む姿がリアルに描かれ、思わず感情移入してしまうと話題になりました。複雑な人間関係や環境の中で互いに距離を縮め、くっつきそうでくっつかないもどかしさが共感を誘う、そんな2人は注目したいカップルですね。朝鮮王朝、全時代に通じる歪んだ権力と王権、そして愛がリアルに描かれたドラマ、最愛の敵王たる宿命。生き残るため愛する女性を突き放さなければならない王イテと、生き残るために王妃にならなければならない女性ジョン、そんな2人が互いに刃を向けながら繰り広げる切ないロマンスは視聴者の心をときめかせました。互いに思い合っているにもかかわらず、向き合うことのできない悲しい運命の中で惹かれ合い、究極の選択を迫られる2人の姿がテンポよくスタイリッシュに描かれ、最後まで目が離せない2人だと話題に。抑えた感情の中にも燃え上がるような心を感じさせ、視聴者を魅了した、そんな2人も間違いなく2022年注目のカップルです。顔天才と言われ、能力のあるイケメン社長と正体を隠してお見合いに来た女性社員のスリルあふれる退職防止オフィスロマンス、社内お見合い。友達に頼まれて替え玉でお見合いに参加したハリが、相手が自分の会社の社長テムだと知り、関係がスタート。お見合い相手と一般社員、2つの姿で社長との関係を続けながら、いつの間にか惹かれ合い、繰り広げられるドタバタラブコメ展開に胸キュンが止まらないと話題になりました。普通ではない出会い方の2人が、嘘、格差、人間関係に翻弄されながらも突き進み、恋仲に発展していく様はスリル満点で視聴者をドキドキさせ、最後まで目が離せない2人でした。漫画を原作とした世界観の中でテンポよく進み、視聴者の注目を集めた、そんな2人は理想的で素敵な注目カップルですね。とある仲良し30代カップルのドタバタな結婚準備を描いた現実共感ストーリーであるドラマ結婚白書。結婚は女からではなく男から言うものだと友人に言われ、焦るナウンに彼氏であるジュニョンがロマンチックなプロポーズをプレゼントし、幸せいっぱいの2人でしたが、親の顔合わせやお金、新居選びや式場選びなどの現実的な問題に次第に翻弄されていきます。現実主義のナウンと楽観主義のジュニョンが結婚準備に追われ、家族や友人を巻き込んでのドタバタ展開は多くの視聴者の共感を呼び話題となりました。テーマが重そうな結婚という話題を軽快でコミカルに見せてくれる、そんな2人も注目したいカップルですね。スポットライトを浴びるスターと、その裏側で血と汗と涙を流しながらスターを支える人たちのリアルな現場を描いたロマンティックラブコメディ、流れ星。トップスターで事務所の看板を背負うテソンと、所属事務所の広報チーム長のハンビョル、お互い敬遠の中だと思っていた2人が気づいたら恋仲になるというラブコメ展開に胸キュンさせられる視聴者が続出し話題となりました。芸能事務所に勤務経験がある脚本家が描いた本作は、その芸能界のリアルさ、さまざまな問題をコミカルに描き、有名作のパロディーシーンもありと見どころ満載のドラマとなっていますが、その中で視聴者にドキドキを与えてくれたテソンとハンビョルの2人にも注目です。殺人を予告された社長兼人気講師と
余命を宣告された存在感ゼロの秘書が描く甘く殺伐としたクレイジーロマンス、クレイジーラブ。殺害予告の犯人を見つけるために記憶喪失のふりをする社長五人に余命宣告をされて自暴自棄になるシナが復讐を誓うのですが、うまくいかずひょんなことから婚約者のふりをすることになってしまう展開で、二人の関係は見れば見るほどドキドキが止まらないと話題になりました。最初からはちゃめちゃなストーリーでパワハラなどの重いテーマが見え隠れしますが、最後は視聴者をすっきりさせてくれるクレイジーロマンスを見せてくれた。そんな二人は最後まで目が離せない注目カップルですね。1988年、時代に夢を奪われた若者たちのさまよいと成長を描いたロマンスドラマ25-21。不景気の煽りを受け、一家離散の状況からアルバイトで生計を立て、たくましく生きる偉人とフェンシングの天才と言われ、将来を嘱望されるも不況の煽りを受けチームが解散に追い込まれたヒドが、21歳と18歳で初めて出会い、23歳と19歳で傷つけ合い、24歳と20歳で互いを求め、25歳と21歳で恋が始まる様は淡い青春を思い出させてくれる2人だと視聴者を魅了しました。時代に翻弄され、すれ違い、夢を奪われながらも成長し、ひたむきに生きる、そんな切なく美しい2人は間違いなく注目したいカップルですね。いかがでしたでしょうか。今回は2022年上半期に注目された7組のカップルをご紹介しました。どのカップルも視聴者を魅了してくれた素敵なカップルでしたね。それから動画の最後に今回紹介した俳優さんたちの個別プロフィールも紹介しておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。